皆さん、こんにちは。大経年代表の古賀です。はい、古賀さん。はい、本日は古賀さんが講演会でよくお話しされる年貢についてお話をお聞かせください。はい、年貢ですね。えー、江戸時代ですね。まあ、我々、我々とか私よく江戸時代の話をするんですよ。まあ、江戸に戻るのがすごく今、我々のとても大切なテーマかなと思ってるんですが、そのいい一つの、あのー、事象のお話なんですけど、江戸時代の税金はお米でした。 ま、年貢ですよね。で、じゃあその時代にね、それほど貨幣経済が発達していなかったかっていうと、そんなことはなくて、あの皆さんご存知の通り、小判とかね。はい。いろんな、江戸の町にも商人もたくさんいましたし、お米で、えー、対価を支払っていたわけじゃないわけです。はい。お金というものがその時も存在をしていて、それでお金も流通していたのに、なぜかその時代も、えー、税金はお米だったんですね。 で、まあ、あの、いろんな理由があると思うんです。いろんな理由があると思うんですけど、私はこうじゃないかなと思っているっていうのが、あの、この話なんですけど、はい、そもそも、その、お金というものとですね、まあ、マネーという言い方しますけど、あとお米というものの特徴を比較してみてほしいんですけど、まずですね、えー、お米というものはですね、えー、っと、食べ物ですから、 まあ、腐るという言い方が正しいかどうかはわかりませんが、時の経過と,とともに価値は下がります。低減していきます。うん、で、いずれは食べられなくなる。はい、まあ、長いことね、あの、持ちますけどね。うん、時の経過と,とともに価値が低減するという特徴が一つあります。もう一つはですね、食べ物ですから、一人で食べられる量には限界があります。うん、どれだけ多ぐらいの人でも、やっぱりお米を一回に食べられる、一日に食べられる量というのは決まっている。はい。 一人が食べられる量、消費できる量が決まっていて、放っておくと価値が下がっていくのであれば、だったらみんなで分け合おうっていうふうに普通になるじゃないですか。そうですね。うん。これがお米の特徴ですよね。はい。で、対するマネー。マネー、これ真逆なんですね。時の経過と,とともに価値が低増します。まあ、いわゆる金利というあのシステムがあるのでね。まあ、ただただ放っておいてもあんまり増えないんですけど、まあ、銀行に入れといても多少は増えますしね。まあ、いわゆる、いわゆる運用っていうものがあるので、 時の経過とともに価値が低増する上に、一人でいくらでも独占することができるんですね。はい、なので、私はマネーというものはですね、人間の悪い部分、欲望というものを限りなく引き出す悪魔のシステムなんじゃないかなというふうに思っていて。はい、まあお金というものがとても大事であることに異論はなくてですね、それが社会をうまく回していく上で必要であることは私もすごく思っています。 だからお金を否定するわけじゃないんですが、このまでの仕組みですね。はい、という、どん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 その、もっともっと、とかいう人の欲を限りなく引き出してしまう仕組みのことを先人たちは知っていたので、はい、のであえて、やっぱりその大名たちを統治する上でもですね、まあいろんな意味で人間の欲をセーブするという意味でも、江戸時代のね、あの、税金は、 お米だったんじゃないかなと私は思ってます。うん、なるほど。我々日本人の、うん、まあ、えー、先人の方々は、そのことをよくわかっている。うんうん、こう、その価値観でずっとやっていたというところですね。うんうんうん、そうだと思いますね。まあ、あの、日本人はね、比較的真面目ですから、昔から。はい、だから結構ちゃんとしているというのは、あの、あると思うんですけど、とはいえ、人間なので、やっぱり出てくるわけですね。そういう、あの、欲とか、はい。いう部分を、はい、そういうのもシステムを使ってうまく、 ちゃんと長く、えー、持つような形にやってきていたのが、えー、我々の、まあ、先輩たち、先人なのかなというふうに思っていますうん。なるほど。うん、まあ今は、まあ、それこそこの世界を覆っているグローバリズムの、うん、まあ新自由主義が、うんまあ いわゆるお金に対するその向き合い方みたいなところは非常に私も寄付するところがあるんですけれども、ここともすごく繋がってきますよね。うん、まさに私がいつも言うグローバリズムは新自由主義と全体主義でできてますよと。この新自由主義は今だけ金だけ自分だけ。まさにさっきの話でそこですよね。今だけ金だけ自分だけになるべくならないように年貢というあのシステムを採用してたんじゃないかなというふうに思います。なるほど。そのシステムは今後戻ってくることは あるのか、ないのか。うんうん、<laughs> あの、税金がお米になることは多分ないでしょうけど、ね、ただやっぱり私が個人的に思うのは、 そのお金というものの利便性をうまく活かしつつであれば、やっぱり価値が低減するお金が発生することが、まあ、理想じゃないかなと思うんですよね。はい、ただただ持っておくと徐々に減っていく。うん、まあこれが実はインフレという世の中の,あの緩やかなインフレというシステムがそういう機能を実は具現、あの、包含しているんですけどね。はい、ただここもいろんなやっぱ思惑が入ってくるので難しいんですけど、やっぱりどんどんね、あの価値が 減っていくんだったら早く使おうと。自分一人で溜め込んでおかないず、おかずにっていう風になるかなと思うので、安定とか安心っていうところからすると、あの、ね、不安だっていう人もいるかもしれないですけど、やっぱりその、公を思ったり、社会をうまく回していくという意味では、今のお金のシステムじゃない方がいいんじゃないかなと、個人的には思います。 はい。うん、ありがとうございます。本日は、えー、先人の知恵、うんまあ、このシステムについて、年貢というところでお話を伺いました。ありがとうございます。はい、それでは、えー、チャンネル登録、通知設定、高評価ボタンもよろしくお願いいたします。はい。皆さん、それでは本日もご機嫌に中山を。